特別捜査部。特別捜査部とは、日本の検察庁の一部門。東京、大阪、名古屋の各地方検察庁に設置されている。特捜部、特捜と略されることが多い。GHQ 主導で設立された、陰徳大造物資事件捜査部が前進。独自の捜査権限を有している、検察庁の中でも、大規模事件など、 集中的に捜査を行う必要がある案件に取り組む機関として存在している。検事、副検事のほかに検察事務官により構成されている。政治家汚職、大型脱税、経済事件を独自に捜査する。一般的な刑事事件は警察による捜査及び被疑者の逮捕が行われるが、この類の事件では最初から特捜部が捜査、摘発する場合が多い。 ただし、経済犯罪の内独占禁止法違反の罪については、公正取引委員会に専属告発権限がある。特捜部長は、他の部長よりもランクが上で、地方検察庁では、ナンバー1の検事制、ナンバー2の自責検事に次ぐ三席的存在とされる。1947年に発生した、旧日本軍と、政界、財界の汚職事件を契機に、 東京地検特捜部が発足したのが最初。1957年に大阪地検特捜部が発足し、東京、大阪の2特捜部体制が続いていたが、1996年に名古屋地方検察庁にも特捜部が置かれ全国で3特捜部の体制となっている。また、汚職の摘発については、入札談合投刊予行移防止法、2002年や不正競争防止法、 2004年改正、公益通報者保護法、2006年、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、2008年、などの法制も整備されてきている。なお、産地権以外の一部の地方検察庁には、特捜部と公安部の機能を兼ねた特別刑事部、特業部が、旧公安部を改変して設置されている。特業部は、公安検察のテリトリーとなっている。 通称、東京地検特捜部。かつては、中央合同庁舎第6号館 A 棟、東京高等検察庁、最高検察庁も入居しているので、B 棟と共に、通称、検察合同庁舎に入居していたが、現在は、千代田区九段南の球団合同庁舎内にある、東京法検察庁を球団庁舎に移転している。東京地検特捜部は、政治家を職、 脱税、経済事件などを独自に捜査し、大物政治家の立件、有罪などの結果を出していることから、日本最強の捜査機関とも呼ばれている。以前は、中央合同庁舎6号館 A 棟の発階にあった、ことから、発階が動いていると言われると、長田町に戦慄が走ると評された。政治家の案件では、ロッキード事件以降の捜査で完全無罪、確定判決が出た子がない。 ほとんどが、高素心有罪、上国帰却ため、不敗神話と言われることがある。一方、東京地検特捜部に批判的な立場からは、東京地検特捜部が、連合国軍による、占領下で、旧日本軍が貯蔵していた、引退増物資を摘発して、GHQ の管理下に置くことを目的に設置された、引特大増資事件総サブとしてスタートした経緯や、特捜部エリートに、 中米大使館の一等書期間経験者が多いことからアメリカの影響を受けているとする見方がある。また、捜査対象が歴史的に木曜クラブの流れを組む平成研究会、系列、田中派、竹下派、小渕派、橋本派、津島派の政治家に集中する一方で、東風刷新連盟を起こりとする、政和政策研究会系列、副派、安倍派、森派、 朝鮮派の政治家は多くが免れていることから捜査対象が偏っているのではないかという主張がある。警視庁とは捜査について協力関係と競争関係双方の面があるとされ、1996年に起きた特別養護老人法務汚職事件で現職の厚生省事務次官逮捕直前に辞表を提出を逮捕したのは警視庁だ。 報道によれは金融、証券犯罪を暴く、市場検察派の検察官が対等しているが、2015年には、日本交通技術の不正競争防止法違反などの汚職関連事件も扱っている。総勢検事40名、副検事2名、検察事務官90名。汚職、主な汚職事件のうち、1947年。 人体像事件捜査部発足以降のものを参照。通称、大阪地検特捜部。1957年4月創設。ホーム、検察の中で重要な一角を占める関西検察において、実動捜査を担当し、関西地方を中心に活動をし、性犯罪の絡む大型事件を、次々と摘発している。 東京地検特捜部を含めた検察庁全体でマスメディアへの情報漏えいを警戒して一部幹部を除いて検察官や事務官が記者への接触制限による締め付けを厳しくするあまりに独自情報を入手してくる検察官や事務官が少なくなっている中で他の検察と比較して記者への接触制限が緩い大阪地検特捜部では幹部ではない検察官や 事務官が様々なネットワークを駆使して独自情報を入手しているとされる。2010年9月10日、障害者郵便制度悪用事件で村木厚子に無罪の判決が言い渡された後、同月21日、同事件担当の主任検事、前田恒彦が証拠物件であるフロッピーディスクの内容改ざんを行ったとし、 証拠隠滅容疑で最高検察庁により逮捕された。その後も、大阪地検及び、道徳総部の組織的関与の可能性も視野に入れた、形での捜査が最高検により継続されている。10月1日には、当時の部長、大坪行動、副部長、佐賀元明も、犯人隠蔽容疑で逮捕された。さらに、11月1日、市民団体、 健全な法治国家のために声を上げる市民の会が、前田を特別公務員職権乱用罪で、警告発。11月3日付で受理される。通称、名古屋地検特捜部。1996年創設。名古屋では、名知検特捜部、名知検とも呼ばれる。特別捜査部は汚職を取り締まるために、時の政権の意向に左右されやすいと言われている。また、 有罪にするために強引な捜査手法が目立つとの批判もある。最近では特捜部の捜査手法が公安警察のように社会の秩序安定を目的に一罰百回を狙って逮捕することに重きを置くようになった特捜部の公安化という指摘がある。かつての特捜部は被疑者が反論できないくらい証拠を固めていて強制捜査は 事件の開始を告げる儀式に過ぎなかったが、現在の特捜部は、証拠が固まっていないうちから、強制捜査に乗り出すため、捜査が行き当たりばったりになっていると指摘されている。ライブドア事件もそういう傾向が現れていたという。この背後にあるのは、国民が望んだという意識で、証拠が多めよりも、世論の空気に動かされて、捜査に突入しているという。 このことが国策捜査の連発につながっていると指摘されている。背景として特捜部が恣意的な判断に基づいて適発対象の選定や適発の可否を決定を行っている点が指摘されている。沖縄密約告発事件、いわゆる西山事件では情報提供者の外務省の女性事務官と西山多吉を逮捕、起訴した際に佐藤道夫検事が 基礎上に、密かに上を通じ、これを利用してという言葉を記載。この結果、テレビのワイドショーなどが、西山記者と女性事務官の関係の連日批判を展開し、世論は一転して、西山記者と女性事務官を非難する論調一式になり、沖縄密約については議論されなくなった。各地方検察庁の特別捜査部が立件した事案であっても、 無罪が確定した事件が存在する。1940年代から1950年代にかけて炭鉱国管理国で逮捕された政治家全員の無罪が確定。売春汚職事件で事件と無関係の国会議員に対してあたかも犯罪に関わっているかのような偽情報が検察当局からマスコミにリークされ、後に発覚し、検察の偽情報を掲載した新聞の記者らが 名誉毀損の容疑で逮捕される事態となるなど無罪が確定した事例が相次いだ。1990年代から2000年代にかけても、障害者郵便制度悪用事件、陸産会事件などで失点を重ね、批判にさらされるようになった。これらの状況を踏まえ、大阪、名古屋の特別捜査部は解散、または東京都東郷市最高検察庁に移す再編が、 必要ではないかとの意見も政府、検察のあり方検討会議で出ているという。会議では内定、捜査、逮捕、起訴を一手に行う特捜部のあり方が問題とされた。2011年7月、会議の答申を受け、最高検察庁は特別捜査部の陣営を縮小し、国税局や証券取引等監視委員会との連携を強めて、 独自操作を行う部門は一つだけとすること、さらに目付役、観察指導部の設置を決定した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。